あ、どうもはじめまして、ブーザービーツです。いつもビートを聴いてくださって本当にありがとうございます。皆さんはラップスター誕生見ましたか？私は毎シーズン本当に何回も見直すぐらいあの番組の大ファンなんですけど、まあ、今回ですね、動画を撮らせていただいたのは今シーズンのラップスター誕生に出演していたあのアーティストと一緒に曲をリリースすることができたからです。ということでですね、アメリカ・ロサンゼルスから動画が届いていますので、どうぞご覧ください。ブーザービーツをご覧の皆さん、はじめまして、フロートです。まず最初にこの動画を見てくださってありがとうございます。で早速なんですが、僕の方から報告が一つありまして、先日僕のファースト EP のゲームプランが、全ストリーミングサイトにて配信開始しましたので、ぜひ聴いていただけるとありがたいです。概要欄のリンクから飛べるようになってると思うので、ぜひチェックしてください。でその EP に関してなんですけど、6曲入っていて、でそのうちの2曲、ゲームプランっていう曲と、ランページという曲は、ブーザービーツさんからビートを提供していただいたもので、どの曲もバチバチにかっこいいんで、ぜひ聴いてください。まあそうですね、まあ結果はまだ放送されてないんで言えないんですけど、まあ、一つそのエイリアントライアーに関して言うとしたら、本当緊張感がやばかったですね。まあ、ああいう緊張感っていうのはもうもちろん僕自身味わったことないし、その他の参加者たちの緊張感も伝わってきたっていうか、本当他では経験できないようなことを経験できた、まあ、素晴らしいステージでしたね。まあ、これからの活動はまあそうですね、僕まあLA に住んでる分、こう日本に住んでるラッパーの方たちみたいにこうライブをちょくちょくやったりとかできないんで、まあ、とりあえず、まあ、こっちでかっこいい曲バンバン作って出してって、それをファンの皆さんに聴いていただけたらいいなーって思ってます。なんで今後ともフロート、そしてブーザービーツの方、チェックよろしくお願いします。うまくてしょうがねえ、今現在つかって俺の目標すいません。街中走ってるマップ、今ひねてるパン、赤ピに呼ばれて Now Run、 僕に抜けたスラム、二度もいらねえチャンス、操作手にしてなろう、俺がチャンプチャンプチャンプ。街中走ってるマップ、今ひねてるパン、赤ピに呼ばれて Now Run、 僕に抜けたスラム、二度もいらねえチャンス、操作手にしてなろう、俺がチャンプチャンプチャンプ。